爆破された地下鉄の車両レッド RO75 イヤーズ事件を受けての特別会議メディアを再生する事件を受けての特別会議事件現場の一つ、ルビアンカ駅に設けられた喧嘩台に花を捧げるメドベージェフの大統領メディアを再生するルビアンカ駅を訪れるメドベージェフ。大統領爆発後、地下鉄駅の外のトロリーバスやバスの停車場は避難する人々でごった返した。 2010年のモスクワ地下鉄爆破テロは、同年3月29日午前8時頃ロシアの首都、モスクワのモスクワ地下鉄の2つの駅で起きた自爆テロのことである。詳細は、第二次チェチェン紛争、第二次チェチェン紛争に関わる事件及び、チェチェン共和国を参照今回のテロは2009年のモスクワサンクトペテルブルク間列車爆破テロや2004年のモスクワ地下鉄爆破テロ。 ベスラン学校選挙事件、2002年のモスクワ劇場選挙事件とともに、チェチェン分離独立派やカフカス市長国が関与していると考えられている。1999年の第二次チェチェン、紛争終結後以来、チェチェン分離独立派などは、世俗からイスラーム原理主義へとアプローチを移しており、イスラーム過激派によるテロがロシアで発生している。イスラーム過激派は、 北カフカスにカフカス市長国というイスラーム国家を樹立することを悲願としており、そのためのロシア政府に対するテロはジハードであり、テロリストはムジャヒディンと認識している。2002年以来、このジハードに5000人以上の死傷者が出ている。2010年3月29日の午前7時55分から8時39分頃までに、ロシアの首都モスクワの地下鉄ソコーチェスカー線の ルビアンカ駅とパールク・クリトゥールイ駅の2カ所で連続して爆発が起きた。まず午前7時55分にルビアンカ駅に停車中の列車の前から2両目で爆発が発生し24人が死亡し20人が負傷した。この爆発から約30分後にルビアンカ駅と同じ路線で4駅離れたパールク・クリトゥールイ駅で停車中の車両に前から3両目で 爆発が発生し12人が死亡し15人が負傷した。事件の発生した時刻はラッシュアワーで地下鉄は多くの利用客で混雑していたため現場は大混乱に陥った。数時間にわたり地下鉄の運行はストップしモスクワ中心部への通行は停止された。市民はバスなどの代替輸送手段を利用することになったが地下鉄の運行が 事故現場以外で再開しても爆発を恐れて地下鉄の利用を取りやめる市民が多く見られた。ロシア検察当局はルビアンカ駅の爆発には4キログラム、パールククリトゥルイ駅の爆発には1.5から2キログラムほどのプラスチック爆弾が使用された可能性を発表した。さらに駅の防犯カメラには不審な二人の女性の姿が映されていた。それを 怪しいと感じたロシア検察は、捜査を開始、その結果その女性二人による、自爆テロであったと判明した。さらにアレクサンドル・ボルトニコフ連邦保安庁長官は、ドミトリー・メドベージェフ大統領に、北カフカス地域に、つながりのある女性の自爆テロと報告。メドベージェフ大統領は、テロリストに対する作戦は最後まで、揺るぎなく続くと言明。 さらに事件発生当日の夕方には、事件現場の一つ、ルビアンカ駅を訪れ、献花台に花を捧げた。彼らを追跡して抹殺すると発言した。メドベージェフ大統領は、全ロシアの交通網のテロ防止の警備を強化する、大統領令に署名すると意向を示し、同時に当局に徹底的な捜査を指示した。また、東、シベリアを訪問していたウラジミール・プーチン首相は、 事件の一報を知ると、テロ実行犯は必ず壊滅されると語り、急遽モスクワへ戻った。死者25人負傷者、約20人、死者12人負傷者、約15人、死者37人負傷者、35人負傷者の数は、あと200人に上ると発表された。インターファクス通信によると、18歳から20歳と、応募式2人の女性が、 ユーゴザパドナーや駅から列車に乗り込んでいるのを防犯カメラが捉えていること、さらにスラブ系の予防をした女性二人とヒゲを生やした男性がそれに付き添っているのを警察官が目撃している。捜査当局は北カフカスのチェチェンのイスラム過激派による犯行での可能性を指摘している。捜査当局はロシア刑法205条に基づき捜査を開始している。 現在上記の犯行の共犯と考えられている二人の女性と一人の男性の三人の捜索するため各地の検問を強化している。二人の女性は連続して自爆テロを起こしたと考えられている。FSB はこの遺体が回収されたチェチェンの様々年代の黒い未亡人は北カフカスの反政府組織の構成員の未亡人に由来していると主張している。 最初の爆発は 4kg の TNT 爆薬によってなされ、また黒髪の女性によって実行された第二の爆発は 2kg の TNT 爆薬を使用したものと考えられている。二人とも顔は損傷しておらず、爆弾は腰につけて使用されたであろうと考えられる。両方の爆弾とも爆風による破壊力を増強するために、ナットやボルトなどの金属片が詰め込まれていた。 事件から5日目にあたる4月2日には、捜査当局は2人女性自爆犯のうち、2度目の爆発を起こした容疑者の身元を遺体の DNA 鑑定で特定した。それによると容疑者は17歳の女性で、2009年の12月にダゲスタン共和国の戦闘で殺害された、イスラム武装勢力の戦闘員の妻で、ダゲスタン共和国出身のジェネット・アブドラフマノは、 だったと考えられる。二人が正式な夫婦だった、どうかは不明である。さらに4月5日には、最初の爆発を起こした容疑者は、ダゲスタン共和国マハチから在住の28歳の女性であることが判明した。この女性は、情報科学の教師で、彼女の家族によると3月28日に、母親とマハチからの市場に行った時に、行方不明になっていた。 事件から2日後の4月1日に北カフカスの武装勢力のウェブサイトカフカスセンターにおいて武装勢力の指導者でカフカス主張国の主張を自称しているドクウマロフが犯行声明を出すビデオ映像が流されたビデオの中でウマロフは今回のテロはプーチン政権の北カフカス政策への報復であるとテロの関与を認めさらにこれからもロシア領内で テロが起きるだろうとテロを予告した。テロの直接の原因として2月11日にロシア保安庁がダゲスタン共和国で実施した特殊作戦への報復を挙げている。ビデオ映像は事件のあった3月29日に撮影されたものと考えられる。一方、事件直後にロイター通信はイスタンブール発の報道として武装勢力のスポークスマンが事件への関与を 否定していることを配信しているが、チェチェン独立派は、テロ事件直後に、さも犯行を否定するかのような発表を行って、起きながら、最終的には犯行を認める事例が過去にも存在している。この事件を受けて各国は、ロシア政府に対して、哀悼の意が送るとともに、テロへの非難の表明がなされた。第一次チェチェン紛争第二次チェチェン紛争。ありがとうございます。